スはマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、まあ日々暑くて本当にうだりそうな、溶けてしまいそうなぐらい暑いんですけど、そんなね、この真夏にどういう格好をすると、あの人暑いのに涼しく見えるとか、ちょっと違っておしゃれ、そんなにすごいいいもの着てるわけじゃないんだけど、なんか垢抜けた印象みたいに見えるにはどうしたらいいか、しかもそんなにお金もかけないで、また今まで購入したものにちょっとプラスアルファ添えたりとか、ちょっとしたコツっていうものを使えばコーディネートがこんな風にできちゃうよっていうようなことをお伝えしたいと思います。とにかく今日ね、まあ後でちょっとまた言いますけど、私もすっかりもうワンピース1枚であればなんかもういいやみたいになってしまう今日この頃なんですけれども、ワンピースだけじゃね、ちょっとおしゃれな幅が広がらないじゃないですか。なわけでね、どんなものをコーディネートしたいか、ぜひともちょっとご覧いただく前に、このチャンネルを最後までご覧いただいた方でお気に召していただけたら、どうぞチャンネル登録ポチッと、そして LINE の公式アカウントへのご登録もお待ちいたしております。それでは、私が今回新たにプラスアルファしたのがこちら、リブタンクトップです。09番のブラックで 93% 綿、 7% ポリウレタン、 M サイズ1000円のものを購入しました。すごく細いリブで、私ね、もともと多分5月ぐらいにもう出てて、淡いグレーを購入しようかななんて思ってたんですけど、タイミングを逃してしまいました。で、今回ね、また五十嵐さん、今更ここでタンクトップ買ってどうするのよ、なもう少しちょっと秋に通ずるものを購入したらどうって思われるかもしれませんけど、意外で、やはりね、今時まだ長袖みたいなものとかアウター的なものを購入したって来ませんし、逆に言ってこういうインナーのものをどんどんね、お安い時に購入いただいて、ジャケットのインナーにするとか、透け感のあるブラウスなんかの中に着てもらったりとかっていうことも OK だし、今の時期こういうものが購入するのがぴったりなんじゃないかなと思っています。はい、それではどうぞ。じゃん、はい、いかがでしょうか。リネンブレンドキャミソールサロペットと合わせてみました。もちろんね、リネンブレンドキャミソールサロペットだけでもいいんですけど、後ろご覧ください。かなり後ろが単独で着ると背中がちょっとベロッと見えてしまって、心もとない方も多いと思います。そしてね、私実はちょっと今下着をつけてないんですけれども、下着をつけてなくても心もとなく過ごせる、しかもブラが厚い時とかブラトップが厚い時っていうのはあると思いますので、こんな感じでね、もう涼やかに、そしてリラックスした格好で夏を過ごせるんじゃないでしょうか。足元はレネカビオラです。そしてね、ボルサリーノをかぶっておりますけれども、ご自身のお気に入りの麦わら帽子でいいと思います。はい、ちょっとね、ワンピースだと普通だな、もしくはちょっとフェミニンだなっていう時に、ちょっとだけね、サロペットだっていうところがなかなかいいんじゃないでしょうか。しかもね、この同系色、もちろんこの中に白 T を合わせたりとかいろいろしたことももちろんありますし、皆さんもされていると思うんですけれども、黒と黒っていう風にね、要は単色にしてしまうこと、やっぱりそのシックさだったりとか、そうですね、高級感っていうものも出てくるので、ぜひともね、特にね、トップス、まあ、これオールインワンですけれども、特にここから上、トップスを同系色にされるっていうのはより高級感を与えやすいので、お試しください。はい、じゃん、はい、先日無印良品で購入しましたフレンチリネンのストレートパンツでございます。それに合わせまして、上にちょっとね、セーターを若者巻きしております。はい、こういう巻き方が嫌な方はもちろんね、この辺りはあんまり出したくないわっていう、余計にね、その第二の乳とかっていうのも隠したいわっていう方は、このまま肩に乗っけていただけたらいいと思いますし、いやいや、私はここら辺に逆にあると暑いからっていう方はもちろんね、通常通り腰巻きしていただいてもいいと思いますが、かなりもう真夏な格好です。どちらかというとリゾート着でしょう。これにね、またジャケットを着た感じっていうのはどういう感じなのかっていうのをご覧いただいちゃいましょうか。じゃん、はい、白いジャケットを合わせてみました。白いジャケットってね、着るのちょっと気遅れするわとか、なんか着られちゃうのよっていう方多いんだけれども、このようにちょっと夏に薄着をした時だったりとか、カジュアルダウンした時に一つ白いジャケットがあるだけでちょっと決まったりとかするの、ぜひね、厚地のものじゃなくていいので、本当に白のね、カーディガンっぽい感じのジャケットでもいいので、お試しになってみてください。
かがでしょう。ちゃんと着なくてもね、ちょっとね肩に乗せるだけでも雰囲気クラス感が上がるので、ぜひお試しになってみてください。ね、このパンツもなかなかいいでしょ。本当に3990円には見えないブラウンのね、はい、じゃん、いかがでしょう。先ほどお伝えしたようにトップスとこちらのね巻物を同じ色、ベージュのちょっと青みがかってるものですね。で合わせボトムスはこの無印良品のリネンの、しかもねリネンつながりなんですね。こちらはベルギーリネン、こちらはフレンチリネンということで、はい、いかがでしょうか。合わせてるトップスはユニクロのノースリーブタンクです。シンプルなものでね、ちょっとこうドヤっていうような結び方でストールをちょっと首周りに、でしかも暑いでしょう、ゆがらしさんと思いになるかもしれませんが、ちゃんと汗を収集してくれるのがリネンの良さですよね。もう最近もここからもうだらだら玉の汗が本当にすごいので、こうやってね意外と出してしまうよりも少しカバーしてしまう方が体にも、それからね夏の暑さにも負けないでられるんじゃないかなと私は思います。トップスのね色というか、このように2アイテムで終わらせてしまうのもいいんですけれども、やっぱりちょっとこうひねりがないじゃないですか。でやっぱりそうなった時にこの色と一緒とか黒とかっていうよりも、トップスで同じ色の方が本当に高級感っていうのも出てくるしね、やっぱり、うん、なんかあの人ちょっと違うっていう風に思われる、別にそれがいいってわけじゃないんですけどね、やっぱりあの人なんか持ってるものがちょっと一味も二味も違うじゃないっていう風に思われるためにドヤっていうぐらいのことをやってしまうっていうのもおすすめしております。はい、いかがでしょうか。もう一枚あるかないかでだいぶ違いますよね、雰囲気ね。もちろんこんな派手なこと私仕事ではできませんこのよっていう人はどうぞこういう形でもいいじゃないですか。はい、いかがでしょう。はい、皆さんご存知かもしれませんが、こうやってね顔の近くにこのようなものがあると小顔効果っていうものが生まれます。特にね夏って肩パッド入れたりとか、ちょっといろいろプラスアルファのことができないからごまかしが結構効かないんですよ。そういう時のごまかしのためにこういうストールで顔の近くに小顔効果のものを持ってくるっていうのはありだと思います。そしてね今日のポイント大きく3つおさらいしたいと思います。はい、なるべく全身一色で整えると高級感が増します。そして2つ目、トップスプラスアルファをするときは同じ色または同系色で揃えることで高見えになります。はい、3つ目、今から買い足すのは長袖ではなくインナーにできるノースリーブや半袖を足されることをお勧めします。いかがでしたでしょうか。私もついつい暑いとこうやってワンピース着てしまうんですけれども、この今日のワンピースなんですが、マミさんとユニクロのコラボのね去年の夏のワンピースです。もう本当に一着これを着てしまえば OK っていうような落差加減なんですけど、それ一つだけじゃちょっとひねりがないということで、合わせているストールはアトリエヌズさんのベルギーリネンかなのストールでございます。はい、いかがでしょう。足元はネネカビオリのトングでございます。いかがでしたでしょうか。私もちょっと撮影してるうちにじっとりと暑くなってきてるんですけれど、皆さん熱中症に本当に気をつけていただきたいと思います。それからね、まあ、これから夏休みとかお盆のねお休みとか多いと思いますけれども、どうぞ水の事故などお気をつけて、どうぞ健やかに夏をお過ごしください。それでは試着室はマジックです。スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。